さあ、本日は鬼滅の刃柱稽古編、そして無限上編に関する最新情報をお届けしていきたいなと思います。今のうちに高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。いやー、皆さんですね。12月の10日まで、あと1ヶ月を切りましたということで、間もなくですね、アニメ、 鬼滅の刃の最新情報が解禁されます。いや、プロモーションリールが本当に楽しみだね。さあ、そしてこの情報が出てからというものを、2週間が経過いたしまして、あれから公式さんからのね、続報っていうのはあったのかということなんですけども、現在ですね、これに関する続報っていうのは出ておりませんと。しかしですね、 今後、必ず続報っていうのは出ますと。で、そしてですね、ただ単に、プロモーションリールだけっていうのを公開するはずはないと思うので、一体どこで、何時に、どんな情報を公開するのということで、本日は、そんなプロモーションリール2024の公開の動きをね、すべてお届けしていきたいなと思います。 さあ、まずはですね、ここ2年間で共通している動きから見ていきましょうと。さあ、おととしですね、2021年の9月の25日、そう、あの日はですね、鬼滅の刃無限列車編の再放送がありましたと。で、その後に、プロモーションリール2021がね、公開となっております。えちなみに、 このプロモーションリールで解禁された内容なんですけども、えー、それはですね、えー、こちらでございます。えー、放送日、主題歌、新作アニメ、声優などですね。えー、有格編についての本当に細かい情報というか、まあ、様々ね、解禁があったわけなんですけども、いやーめちゃくちゃ豪華な年でしたよね。いや有格編ね、解禁の時未だにね、覚えていますね。 はい。さあ、そして昨年はですね、2022年の12月の10日ということで、まさかの今年と同じ日ですよね。えー、鬼滅の刃無限列車編の再放送がありましたと。いや、全く同じなんだね。うん、おととしと全く同じなんだねっていう感じなんですけども。さあ、そしてその後に、プロモーションリール2023が公開となっております。 さあ、そして昨年はですね、えおととしよりも、一要素ね、付け加えられていてですねえ、なんとプロモーションリール公開の後、え鬼滅テレビがアニプレックスチャンネル、そしてアベマ TV の方でね、え同時中継されていたんですよね。はい。解禁された情報についてね、詳細を発表していく素晴らしい番組っていうのが、うん、昨年はね、あったんですよ。 はいえ。ちなみにえ、このプロモーションリールで解禁された内容なんですけども、えそれはですねえ、こちらでございます。さあ、放送日とえワールドツアー上へのお知らせということで、いやーね、かなりね、本当にサプライズがね、あったわけなんですよね。まあ、思ったよりも、 うん、ちょっとこう要素が少ないように感じるかもしれないんですけども、えワールドツアー上映の映画館の中でね、すべての情報を解禁するための、まあ、仕掛けだったので、まあ、仕方ないのかなとは思いますね。はい。え実際ですね、その後え、ワールドツアー上映の初日には、主題歌、オープニング、上限の鬼のすべての声優などがですね、 え、どどんと解禁されているんですよね。いや、刀鍛冶の里編の時は、そんな感じで、こう、解禁までの流れっていうのが、すげえ豪華だったんですよね。さあ、そして、え、今年のプロモーションリールの公開日はですね、え、2023年の12月の10日ということで、 はい、えー。ここ2年間の傾向から、まず共通することは、こちらでございますね、えー。鬼滅の刃無限列車編の再放送ということで、まあ、これがですね、大体19時前後から放送されるんじゃないかなと思っておりますね。はい。えー、しかしですね、ここ2年間、まあ、無限列車編を公開しているので、まあ、さすがに味をね、 変えてきそうな感じではありますよね。うん。まあ、個人的な予想としましては、ま、遊楽編の特別版をねえ、放送するのではないかなと思っておりますね。まあ、またはですね、え、ワールドツアー上映の、まあ、あの映画をテレビでね、放送するんじゃないかなともね、まあ、思っております。ま、あそれだったらマジでおもろいよね。 うーんさあ、そしてそんなテレビ放送の後にはですね、21時からプロモーションリール2024の公開。内容としましては、柱稽古編の放送日、主題歌、そして新作アニメ、さらには映画など、まあ、無限上編のね、情報について触れてくるかはわからないんですけども、まあ、様々、2024年のね、 サプライズっていうのを公開するでしょうと思っておりますね。さあ、そしてさらにはですね、22時から鬼滅テレビ新章開幕スペシャルということで、まあこれがですね、アニプレックスチャンネル、そしてアベマ TV にて同時中継されまして、まあ放送詳細だったりとか、キービジュアルだったりとか、 まあ、プロモーションリールで解禁された情報の詳細をね、えー、解き明かしていくんじゃないかなと思いますね。いや、今年もね、12月っていうのはめちゃくちゃ盛り上がりそうなんですよ。んどんな情報が出るか、本当に楽しみだね。はい、ということで、まあ、そんな感じで12月をね、えー、楽しみにしておきましょう。さあ次回はですね、えー、そんな12月から1月までの、えー、鬼滅のね、 え流れについて詳しくお話ししていきますでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう